皆さん、こんにちは。大野めぐみです。藤沢達也です。毎週木曜日は得する情報満載のいちもり。今日も最後までお付き合いください。いちもり。さて、夏休みに入りまして、お出かけの予定が入っている方も多いのではないでしょうか。今日はドライブの時に知っていると嬉しいキャンペーンをご紹介します。お待たせ、待った。乗っていいよ。この車ね、レンタカーなの。今日ドライブだからさ、行こう。レッツゴー。いやー、今日ドライブ日和でめちゃくちゃ天気いいね。あ、行く前にさ、ちょっとガソリン入れてもいい？道明くんが訪れたのは中央区にあるアポロステーションセルフ札幌 SS。給油、給油、給油。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。出光公式アプリのドライブオンはお持ちでしょうか。ドライブオン。出光興産の公式アプリドライブオンは、給油やカーメンテナンスがお得になるクーポンがもらえたり、期間限定のキャンペーンに参加することができるアプリ。実は今、北海道内のアポロステーションでは、このアプリを持っていると参加できる特別なキャンペーンをしているんです。それがセコマ出光コラボキャンペーン。ドライブオンでチェックインして10リットル以上の給油をしていただいた方に、セイコーマートの商品か割引クーポンが漏れなくその場で当たります。参加方法はとっても簡単。ダウンロードしたアプリ画面からマイ店舗を登録、セルフサービスの場合は給油する前に機械でチェックインするだけ。簡単。その後10リットル以上給油するとアプリに抽選券が届き、抽選で無料プレゼントか商品の割引クーポンが漏れなく当たります。その場で何が当たるのかが分かるのは嬉しいですね。見て、ソフトクリームの20円引きが当たった。道明さん、おめでとうございます。ありがとうございます。当たったクーポンをセイコーマートのお店に持ってきていただくと、今当たったクーポンがご利用いただけます。これは嬉しいですね。他にもブラックコーヒーや飲むヨーグルトの引き換え券などさまざまなものが当たりますよ。給油しただけでアイスとか飲み物当たっちゃうなんて嬉しいね。じゃあドライブレッツゴー。今回ご紹介したセコマと出光のコラボキャンペーンは今月末8月31日土曜日までとなっています。この夏、小学館から子ども向けの図鑑が発売されています。一つ目は幼児向けポケモン図鑑ドリル、3歳ひらがなと4歳ひらがな。ポケモンの名前で楽しくひらがなを学べ、公式サイトからは年齢に応じたサンプルもダウンロードできます。二つ目は小学館の図鑑ネオの新刊、メダカ、金魚、熱帯魚。メダカをはじめおよそ650種類が掲載されているほか、飼い方、育て方をスマホ動画で丁寧に解説。夏休みの自由研究にも役立ちそうです。3つ目は鈴木憲武さんの絵本、大ピンチ図鑑シリーズ。日常に起こるピンチをユーモアたっぷりに描き、子どもも大人も一緒に楽しめる絵本です。いずれも全国の書店で発売中です。いちもり。去年冬に行ったチャレンジスポーツパークが5日月曜ドームに帰ってきます。暑い夏も快適な環境でさまざまなスポーツコンテンツを体験。大人も子どもも体を動かしましょう。運動の後は美味しいキッチンカーでさまざまなグルメを堪能できます。当日はおんちゃんやイチオシ月曜日の筋肉堂コーナーに出演しているローガン・ミューアさんとも運動ができます。さあ、スタジオには若さいも本舗の高橋さんと、若さいも本舗のマスコットキャラクター若さいももんがハコスくんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハコスくん、かわいい。かわいいですね。毛並みももうね、たまらないですね。そしてバッグにね、若さいもがちゃんと入ってるんです。ありがとうございます。
ハコス君は創業者若狭ハコスの若狭衛門への熱い思いから生まれた妖精なんです、うん、普段は洞爺湖本店の屋根裏に住み着いていて、はい、夜になると売り場のお菓子をつまみ食いすることもある。いたずら好きで圧倒的な甘党の男の子です。皆さんどうぞよろしくお願いします。圧倒的な甘党、ね、ただの甘党じゃないんですよ、ね、今日はそんな可愛いハコス君がプリントされた若狭芋をご紹介いただけるんですよね、うん、はい、こちらのハコス君バージョンの若狭芋を今月末までの期間限定で販売中です。白あんの表面に薄く卵醤油を塗って香ばしく焼き上げた101年目の若狭芋、ぜひ食べてみてください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いただきます。ふわふわしっとり、ね、そしてちょっと昆布も入っていて甘じょっぱい感じがたまらないですね。この甘じょっぱさと、うん、ホクホクっとしたこの食感がやっぱりたまらないですね、うん、それにしても高橋さん、ハコス君のプリントも可愛いです ね。ありがとうございます。ご家族ご友人へのお土産にはもちろん、ご自宅用にもいかがでしょうか。若狭芋のお買い求めは若狭芋本舗直営店、札幌駅、新千歳空港の土産物店などでどうぞ。高橋さん、そしてハコス君もどうもありがとうございます。ありがとうございました。ダイキンのうるさら X はお部屋の温度はもちろん、湿度もコントロールすることで快適にしてくれるエアコンです。汗がベタつくようなジメジメと暑い夏でも、お部屋を冷やしすぎずに湿度を下げることができます。電気代が心配という方にも嬉しい節電自動運転も搭載。室温安定後の消費電力をおよそ 20% 抑えられます。いちもり。 TVer はアプリダウンロード数7500万以上、テレビ番組を完全無料で見られる動画配信サービスです。普段ご覧いただいているドラマ、バラエティ、アニメ、報道、ドキュメンタリーのほか、今月11日までパリオリンピックの多数の競技を無料配信、ライブ配信のほか見逃し配信も視聴することができます。 TVer はパソコンやスマートフォン、タブレットなどでお楽しみください。いちもり。エンガル町にある木のおもちゃ館チャチャワールドには、影絵の巨匠藤代誠二さんの影絵美術館が併設されています。円形ホールの壁一面に広がる影絵のほか、光と影が織りなすメルヘンの世界が広がります。今日はチャチャワールドペア入場券を10組20名様にプレゼントします。ご覧の宛先までご応募ください。この後はこの時期おすすめのアクティブに楽しめる車をご紹介します。いや、最近海、山、川とかこうかっこいい車で、ね、来る人が、ね、多いんですよね。で、私も、ね、ドライブが好きなので、ね、ちょっと気になる車があるんです。それがこちらです。こちらの車すごく気になっていたんですけど、はい、中でも人気のラングラーが今年の5月にアップデートされました。ジープというと、もうフロントのマスクがすごくワイルドでかっこいいですよね。はい、ジープの象徴であるセブンスロットグリルのデザインを一新、さらに先進性、快適性、安全性能、そしてアクロ走破性をアップデートしております。他に特徴はありますか？ラングラーの最大の特徴は開放感です。3枚のパネルで構成されるハートトップはルーフだけでなく、リア部分まで取り外すことができるので、オープン会場の圧倒的な開放感を味わうことができます。もう爽快な風を受けて自然を感じながらドライブが楽しめそうですね。はい、そしてインテリアもかっこいいですね。はい、ラングラーは遊び心をコンセプトにデザインされておりますが、今回は 12.3 インチの大型タッチスクリーンを搭載するなど、ドライバーだけでなく全ての乗員にさらなる安全性と楽しさ、直感的な冒険の旅へご案内いたします。いや、もう本当にこのパネルを外しただけで開放感がすごいですね。そうですね、前方2枚と後ろ外したりできますので、まあ、その日の天候に応じてですね、調整できます。
もうこれはもう天気いい時にもうパネルをガッと外してドライブすると最高ですね。はい。うわー気持ちいい。ニュージープラングラーのグレードは3タイプ。本物のオフローダーに必要な装備を厳選したスポーツ。パワーシートをはじめオフロードだけでなくオンロードでの上質なクオリティも身につけたサハラ。モダンに進化を遂げながらたくましい伝統を凝縮させジープ最強のオフロード走破性を誇るルビコン。オーナー様のライフスタイルに合わせお選びいただけます。詳しくはインポートプラスのショールームまでお気軽にお問い合わせください。インターネットと通信制高校の制度を活用した N 高等学校と S 高等学校を展開する角川ドワンゴ学園は来年4月群馬県桐生市に3校目となる R 高等学校を開校すると発表しました。授業ではプログラミングや職業体験、各分野のエキスパートを講師に迎えた特別授業など幅広い学習体験ができます。いちもり HTB が送る夏の一大イベント真夏の感激フェス2024が開催決定。スパイス55代表イデゴープロデュース、個性派揃いのカレー店が大集結。六ちゃんカレーフェスやドーム内で行う初のサウナイベントHTB サウナ部ハルビアランドなど汗をかいて元気になろうをテーマに実施します。お得な前売り券は好評販売中。いちもりがっつり飯にはキレッキレのこの辛口だから、辛口ゼロボールはどんな食事にも合うキレッキレの辛口の味わいと、だから焼酎ハイボールエキスによる飲み応えやお酒感が特徴。糖質ゼロ、カロリーゼロ、プリン体ゼロ、甘味料ゼロも嬉しいノンアルコールチューハイです。商品についての詳細は公式ホームページでご確認ください。いちもり。うどんから生まれたもっちもちの新食感、丸亀うどーなつが新登場。丸亀製麺のもちもちのうどんをお店でミキサーにかけてペースト状にし、空気を含ませながら粉と混ぜ合わせます。丸い形に整えて一つ一つ丁寧に油で揚げた手作り出来たてのドーナツ。フレーバーはきび糖味とやみつきカレー味の2種類です。さて今日8月1日は大野さん、うん、花火の日だそうです。いやとりわけ線香花火が魅惑的最初じらされてって丸ができて、ね、そこからちょっと経ったらパチッパチッパチャの感じもたまりません。なんか儚さもまたいいですね。そうなの。皆さんもこの夏花火楽しんでください、はい